メインチャンネルの ST スタジオが削除されてしまいました。アカウントが、永久的に停止と。切り替えるけど、やっぱ3年半の思い出っていうのは証言してもしょうがない。みんなを楽しませるって決めたんだから、それを決めたのは正義だから。これからね、動画作り頑張っていこう。まあ、僕の夢だった人を楽しませていきたい、楽しませたいっていう思いが消えることはなかったので、もっともっと上に持ち上がっていきますので、チャンネル登録、応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ホラーナイト、なんなんそれ、私生活から流行らそうとしてるちょっと新しいパターンの現象が起きました。ちょっと待って、まって言うのやめて、オタクの言葉みたいな感じ。こちらを今回2つ紹介していくというと所存でございます。まあ、まず1つ目、普通に声がすると。なんか一時期ね、めっちゃ普通に声が聞こえる時期がありまして、その時に撮った映像があるんですけれども、ね、はい、こちらをご覧ください。あっちから、ドアの奥。え、じゃあ正義いらへんから全然聞こえない。女性の声、うーんって結構高い感じ。今聞こえないね。え、普通にうーんぐらい、こんぐらい。ん、さっきめっちゃ頻繁に、聞こえるって言うから一応回したけど、またカメラ回した瞬間にどっか行っちゃったパターン。この俺も昨日ね、なんか窓の向こうらへんから女の人の声聞こえて。嘘、マジで。え、深夜とか。なんかちょくちょく俺さ、窓の方見てなんか分かんなかった。分かんなかった。なんかね、めっちゃ聞こえてすね。普通になればいいのかなって思って怖っ。見てたね、見てた。まあ気のせいだな。いや、メインが消されて俺は泣いてるから寄ってきて。まあ、そういうこと。ああ、心がね、心がまあ、めげないように。はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今の見てもらったやつなんですけど、まあ、はい、僕が歯磨きしてる時に、まあ、ノリが急になんか正義の方から女の人の声聞こえる、あ、そうすごい言ってて、急遽カメラをね、キャメラを回したんですけれども、キャメラこの時はね、普通に聞こえるシリーズと言いますか、まあ、ノリが聞こえた俺前日にカーテンのところで女性が独り言みたいなボサボサ言ってるの聞こえてて、なんかあまりのデカさに誰かいんのかなと思って、チラチラ見てたんだけど、まあ2時とかだったから、まあ霊かなって軽いな、てかさ、結構このカーテン側やばいのよ。俺も言ってないけど物音しすぎて触れてない時あるのよ。そう、なんかすごいよね、ここなんか。しかもすごいよこれ、なんかしかも触れたくないやつ、怖くないけど怖くなさすぎて触れるまでもない。あまりにも日常っぽい感じで普通に起こっちゃうんだ。俺本当に一回何も言わずに一人で外見て、あ、なんもないわみたいな。そう、俺もだから一人で見てる。あるよね。そう気づいたらその時回すようにしますね。触れないんですよ。超あれなんじゃない、なんか優しい系なんじゃない。どうでもいいようなやつ。どうでもいいようなやつ。ちょっとほんまに待って、呪われるよそんなこと言ってっから。お前首絞められるごめんね。あ、許して。でもなんか怖いのがさ、ノリと正義だけやったら多いじゃん最近。そうだね。それでいて、確かにあんま怖さを感じない人間じゃないんだ。なんでそうなっちゃうの。現実じゃない、ちゃんと人間だろ。人間と思わない。サブちゃん見ればかと思わない。あ、ここまで移動しながら、ここで食い物食わねえから。笑ってるけどお前もどっちかから。あ、そうね、お前も人間じゃないと。俺は人間、俺こそ人間。違う、どこどこにいんの、こんな人間界で。こんな顔してる、こんな化け物やなりません。そんないないでしょ。趣旨ずれてる。そう、ホラーナイト。まああまりにも普通に声が聞こえると、それが怖いね。ちょっと俺とノリはもう当たり前みたいになっちゃってきてるので。え、これ、うん、あれええ、これも、こっちとことこみたい。重たい足を引きずってるみたい。あ、重いよね、ミシミシしてる。え、聞いたことない。聞こえたの、多分。聞こえた。え、お前聞こえない。聞こえたよ。なんで。よかったし、よかったな。そう、人間でだから。まあそれはいいけど、もうその話が。ということで、あんま長くやるのも危険なのでね、本当に怖い。もう一個起きてしまった。こっちが結構怖めのやつでございます。はい、この映像どうぞ。
さ、俺今さ、拒否起こしてことしたの。うん。さ、こっち拒否起こそうとしてさ、めっちゃ下濡れてたの。うん。で、普通に今日とか俺繊維起こしてた時何もなかったんだよ。うん。なのに今これ見て、白い液体めっちゃ濡れてんの、これわかるかな。濡れてるわ、濡れてるっしょ。いや、めっちゃ白いじゃん、ね、やばいでしょ。なんかこぼした。え、そう思ったと思ったの、思った、なんかこぼれたのかなと思ったんだけど、なんもない。やばくない。やばい、びっくりしちゃった。そんなやばいっすか。やばい、マジで。そんなやばい、こんなあった。ええこんな出てるの、やばいわ。めっちゃわかる。おい、すげえ、こんなやべえと思わなかった。イカちゃんめっちゃ濡れてるし、ワックスこぼれてるみたいじゃん。え、なにこれ、やばいよね。雨漏りじゃなくね、上濡れてないでしょ。だってまずは白くないでしょ、雨漏りなんか、うん、確かに。だって別に雨漏りだったらね、他のとこも白くなる、確かに。はい、ということで意味わからん俺そうところで、白い水みたいな階段登ったところ、やばくない？やばいよね。何白い水？これ多分だから、本当霊感ある人とかが多分なんか知ってるとコメントで教えてくれる。これ何？これ雨も降ってなければそもそも水を置いても白くならないし。そうだね。俺寝てた時に俺の枕上にやばくない？お前のところっていうのがやばい。寝る時って通るじゃん、その場所。行く時はなかった、何も。俺寝てた最中にだから。うん。カメラ始めた。俺もちょくちょく上なくて、で朝方ぐらいでね、5時ぐらいかな。3、4時とかに犯行の、2時から4時ぐらいの犯行、犯行って言うてるやん。一回ここに引っ越してきた当初、そうあった、一回あった、あったあったあった。普通になんだよこれってなって、でも不幸不幸っつって俺がバーって拭いてて消えたんですよ。消えてもないのか、なんかカピカピになるんだよね。後々ほっとくとカピカピになって、なんか白い鱗みたいなやつが取れる、ガリガリやっても取れないみたいな。あったあった。でその時はなんか洗濯物の下らへんにあったから、洗濯液とかが漏れて垂れてそうなってんのかなっていうことでもうほっといたの。ほっといた。で今回何にもない、洗濯液が垂れるわけ真逆やし。そこで、あ、これヤバいやつなんだなって思って撮ったっていう。完全最初スルーしてたもんね、あんな。うん、まず何これっていう感じ。なんか普通に上行った時に俺が足濡れてたの気づいたの。ただなんか怖すぎて、無視したの。うわ、もうこれマジでヤバいぞと思って。あ、だって窓閉まってたで、なんかもう濡れてたからもうヤバいと思って、そのままもうチュリッてなってポッて言って、もう下行った。じゃ大輝が上行った時にあいつはほっとけなくてその話題にするから、これ俺もその時凍りついた。あ、増えたみたいな。うわうわ、めっちゃ怖がいいんだよ。触れちまったみたいな。いや、ほんまはちょっとコメントでぜひ、はい、これどういうことなのか、うん、教えていただければ助かります。お願いします。ということでですね、まあ、メインが消されてしまったので今見れないじゃないですか、皆さん。はいはいはい。やっぱその前のホラーナイト見たいというリクエストが多いんですよね。それになんと今回我々答えていこうと思います。おお、編集した動画はないんですけれども、元の動画スマホで撮ってるようなやつは残っているので、はい、こちらのね映像を振り返って、これはこういう現象が起きたんだっていうのをダイジェストして、ダイジェストっていうか、まあ改めてね、それについてみんなで振り返っていくっていうバージョンのホラーナイトをちょくちょくで上げることにいたしました。よっしゃ。はい、ナイス。なのでまあ皆さんが見たいような昔のホラーナイトとは取り上げれるやつを取り上げて、皆さんぜひお楽しみにということで。楽しみに。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今あの Amazon カード5000円分のね、2名様に当たるプレゼント企画もやっていますので、はい、概要欄からぜひチェックしてみてください。次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。あの水は何だったのだろうか。霊が泣いているのか、霊のしょんべなのか。はい、首絞められる。あ、ドンって言ったけど止まった、ね、まああ、止まって、うん、でもなんかめっちゃ肩痛くなったんですけど、そう今触れちゃいけないのかな。完全に右肩にいる気がするわ。あー、それいるやつだね、それ。絶対いるよね。うん、そういうの絶対いるから。急に肩こるわけね。一回ヤバかった時、それと。